ないわね、昔ね。自分の体自分の方が止まってんのっていうセリフが、まあ変なおじさんがいてる。なんか背の高いけど腰がかけてなんか細身の。で、結局それまあハーメルの冷吹きみたいになるっていうな。生まれ肉体も連れてっちゃったでしょ。で、まあ小鳥って言ってな。グラグラ小鳥。小鳥ちゃう、小鳥。うちの味でもあったよ。また増えたのじゃん、また今。まあ、女鳥だね。女性をね、人身売買に使ってるみたい。今の女の子ターゲットみたいな。で、それじゃうちの親戚が似てるから、うちと。ほいで、うちにとっては実はどんな人の肉体も他人とは全然思われない。実は、あ、これジュリの服、ジュリの服とかでも、あんまり他人って感じるよ、実は、うちは。人間以外の肉体に、こういう不正品でも、あらゆる物体の物質が、全然他人と思われへんねんけど、自我だけは、霊だけは他人と思われへん。みんな逆なんじゃない、ひょっとしたら。自分の自我も他人と思えるし、他人の自我なんかもっと他人と思える。他人の中に、自分っぽいってのは、それは自分じゃないってわかってる。でも、自分の持ってる自我と同じ自我ってわかんない。親戚とか同じ類とかじゃなくて、自我に関しては、あ、同じって感じじゃなくて、全く同一の自我やね。まるで、量子力学のように。これが一心伝心の原理な。だけど、まあ、人生一生懸命生きとったら、自我と細胞がしっかり絡み合ってしまう。まるで神経系みたいに。まあ、疑似神経系とか、自我が肉体にしっかり絡まってしまう。じゃあ、自我の疑似神経系、いわゆる光の糸っていうものを剥がせるんですよ。自我が張り巡らしたら、見えない神経系なんですよ、ね。一覧にね。肉体には見えないです。ただ、ある種の状態だけ見える。うちみたいなもう状態になってきたら見えます、そんな。しかも、うちは、その、うちが男子になっちゃったウェハース出身だから、うちは。で、それで、ウェハースか、ウェハースじゃない。要するに、下ボラーって。ウェハース、下ボラーって。ウェハースの子供と、ちょっとちゃうみたいな。で、下ボラーに降りてきた。で、下ボラーは、うちは、一旦女性として生まれてるバージョンの方から。で、その後、うちの男性性転換も、芯を肉体から見てたけど気絶して上から見てた。気絶して上から見れるのは稲荷だけやけど、うちは自分に稲荷しとった。ウェハースのうちが下ボラのうちに稲荷しとった。だから結構器用やろ。で、結構何でも知ってるし、思い出し方もシャープやろ。それはそういうの重厚に。それと、おちんちん性転換されてるから、それとの間に免疫関係の問題も生じるし、それともう一個は、そっちからも自我が来るし、でもう一個は、うちが、ウェハースのうちが下ボラのうちに、なかなか合一しにくいのと。で、ウェハースのうちはじゃあどうなってんのと、死んで、さっき言ったね、殺された。結構ウェハースのうち殺されてる。まあ、17歳から33歳の間に絶対死んでもらう。ウェハースのうち。で、下ボラのうちは40超えるよ。普通。70ぐらいまで生きたのが、まあ、最高記録だったけど。で、一生懸命下ボラのうちをウェハースのうちが守ってんの。自分で自分の騎士団長やってんのうち。まあ、神連れ薫っていうのもだから、ウェハースのうちの慣れの果てだったんでしょうね。そして、徳川家も、神鶴薫をやった人、シリーズ。で、まあ、騎士団長っていう、その自我と肉体の関係で言えば、まあ、自我連合の隊長のことを騎士団長って言って。で、じゃあ、下の肉体細胞のことなんですけど、普通、うちの場合はお姫って言ったり、あとは何て言ったかな。みんなうちの細胞のことをシュって言うんだ。ウェハースのうちのことも本来しようやけど、だけど、もううちの細胞じゃなくなってるから、ウェハースね。ただ、めちゃめちゃ同一であるから、自分やから、
下腹の自分の問題ないし、同じ遺伝子全く同じ遺伝子、チンチンの分がちゃうだけで、うちの場合はそのチンチンと同じ杉田美代さん、杉田美代さんのことなの生殖細胞移植されたけど、それがその消えてなんか消えてないから、消えたらもう女性として生まれちゃうの、ウエアハースで。つまり親戚とか同じ民族やったら消えちゃって。で、その、異民族やったら残ってる。だから、杉田美代先生、大和民族より明らかに、うちから見て明らかに異民族だ。だから残っちゃって。だからその分混ざってへんから。ただ、同じ民族や親戚の生殖細胞は消えていったってことは、その遺伝子は、うちの遺伝子の中に遺伝情報として入ってるかどうかは知らない。思い出さないってことは入ってない。ちょっと思い出せるのは何回も実験された人物はちょっと思い出せる。だけど、結局、下のこの次元であるうちと同じ。どういうことかっていうと、その遺伝子がね、その吸い込んじゃった状態で、もしうちの遺伝子がその吸い込んでしまった男性生殖細胞の遺伝情報を持ってるとしても、この下腹の血も全く同じものになってるわけだ。だからこんな同一であるし、ちゃんと本人本心生きれるね、人脈哲学生きれるね、そして身分もちゃんとできる。微妙な隙間あるでしょ。それがかえって有利になるときと不利になるときはもちろんあるよ。自分とは言えど目に包まれるから。で、結局体術は得意になっちゃうな。だって自我が細胞も自分になるから。その場合はめっちゃ武道得意になります。じゃあ、ずっと今日言ってたような、自分の人生を生きる時には絶対その自我と細胞と同一人物になった感じ。で、皆さんは、ごめんなさい、アイコ。うちから見たら全員他人やから。細胞、物質、ありとあらゆるものは、こんなの。他人じゃない物質なら、うちにとっては。だけど、その細胞発祥の自我は、それは毎回生まれるたびに細胞から発生する。その皆さんの自我も多くして細胞から発生したんだよ、外の世界で。劣化してんねん。で、うちを食べてる。で、成長して。で、忘れたり思い出したり。この状態で完全に皆さんのがもっともっといろんなことを思い出したんだよな。で、それがうちの危険につながってたから、だから、うちの家に絶対入られないんですね。まあ、うちと付き合える業者に。でしょ？それはもうそうですから、命令で来るし、路上のレース、ロードレースの会長やし、古谷先生。だから、超安全運転バックのところも、古谷先生の管轄やん。それによって、帰って、その、うちの上へ行くと思うんですね。超安全運転バック運送、うちは嫌がる。あんな嫌やもんな、あんなもん嫌やもん。な、せやけど、古谷先生の作戦は、超安全運転バック運送のって、あんまの上へ行きとなす。知ってるよ、もともと言ってたよね。最初からパーンしてたでしょ。ね。だからまあ、安心してるよ、今回。記念写真撮るか、一人。これ何？ね。こいつやっぱり写真残しておきたいですね。難しくね、かわいい写真撮るの。一人。だいぶ待って。Thank you.